訪れたのはラグビー元日本代表の大畑大輔さんと大西翔太郎さんです。大畑さんは3年前から広さおよそ500平方メートルの田んぼを借りて園児たちと稲を育てています。今日はあいにくの雨でしたが、2人は14人の園児たちと田植えをしました。その後ラグビーの楽しさを知ってもらおうと、これから田植えをする田んぼで一緒にラグビーをしました。参加者は泥まみれになりながらボールを追いました。さまざまなことをチャレンジして自分の可能性をいっぱいいっぱい広げてほしいなと思いますね。園児たちは10月にも大畑さんと再会して稲刈りをする予定です。